トマトです。さあ、今回はこちら。はい、お宝いっぱい宝箱、こちら、3つ購入いたしました。ということでね、こちら、1個ずつ開封していきたいと思いますので、早速ですが、ご覧ください。では一つずつ開封いきたいと思います。まずねこちら、はい、紫かな、はい、こちらから開封していきたいと思います。はい、当たりにはですね、任天堂スイッチのソフトも入ってるらしいのでね、はい、ぜひそちらを、開けていきたいと思います。はい、それでは開けましたのでいきたいと思います。オープン。はい、では何が出てくるか。何個か入ってますね。とりあえずスイッチではなさそうです。最初はこちら。はい。ミニカーですね。はい。これはプルバックカーですかね。はい、わかりませんが。はい。では、残り行ってみましょう。続いては、これはなんかでかい。なんだ。なんか前回もこれ出たぞ。はい。ぷくぷくフレンズシリーズ。はい。ミニちゃんですね。はい。では、あ、以上。以上です。はい、では次行ってみたいと思います。緑色行きたいと思います。はい、開封しましたので行きます。オープン。はい、これもスイッチじゃないですね。はい、行きます。一つ目はこれもまた前違いやつ出た気がすんな。はい、マジカパックってなんすかね、これ全然わかんないです。はい、マジカパーティーっていうカードのやつなんですかね。はい、とりあえずカードです。前回これね、2、3袋もっとだったかな、なんか入ってたんで、今回も怪しい気がしますね。はい、はい、やっぱり来ましたね、2袋目。そして3袋目。はい、まだあるか。はい、ないかな。で、前回はね、なんか特撮系のね、なんか変なフィギュアが入ってたような気がしますけど、今回もね、なんか爽やかにそんな気がします。はい、袋取れましたね。はい、ということで、ね、はい、前回と同じパターンですね、これ。はい、これは何ですかね。はい、全然ちょっとわかんないんでね。はい、戦隊ヒーローシリーズ、はい、スーパーゼンカイザー、ゼンカイザーだよね。ちょっとわからないですね。はい、ということで、スーパーゼンカイザーの、はい、フィギュア、ソフビですかね。はい、です。はい、赤色。これなんかね、スイッチのソフト入ってるかもしれないですね。はい。じゃあちょっと開けていきたいと思います。こういった感じで、なんか四角いっぽいような、なんか変なね、はい、ものが一個だけ入ってそうな感じの音ですね。はい、ではいきます。オープン。さあ、何が出てくるか、いきます。はい。なんか触った記憶のあるものだな、これ。はい。すごい嫌な予感がします。はい。まず1個目はこちら。はい。プルバックカーですね。これ先ほどもなんか色違い出ましたね。はい。そしてね、もう1個もね、触った感覚ね、これ、はい。今さっき触ったような気がするものですね。はい。じゃあ、それは何かというと、こちら。はい。はい、全く一緒。はい。ぷくぷくフレンズシリーズ、ミニちゃん。はい。ということで、はい。まあまあまあ。ね。はい。以上ですね。ちょっと当たったものですね。並べてみたいと思います。今回ですね、当たったもの、こちら。はい。ミニちゃん2つと、はい。ソフビ人形。そしてカードが3パックに、はい。車が2台。はい、以上でございます。はい、またこれはですね、まあ、はい、まあ知り合いにプレゼントですかね。はい、お宝いっぱい宝箱3箱開封してみましたということで、いかがだったでしょうか。1箱500円、まあ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 、対象年齢のね、お子さんとかいる方だったらいいのかもしれませんね。はい、ということで、私はまあもう買わないかなと思います。はい、ということでですね、お宝いっぱい宝箱、3箱開封したということで、はい、今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。
この動画が良かったと思う方は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。